みんな大好き鏡、みんな大好き鏡って何やった人ですか。この徳川家康みたいなのが鏡。世界中誰もが予想できなかったコロナウイルスをもろに直撃し、東京ディズニーリゾートを支えてくれたのも鏡さんだし、東京ディズニーシーのオープンもあったけど、東日本大震災もありましたからね。こいつ誰？大丈夫なの？由美子ちゃんって大丈夫なの？鏡にいなくて大丈夫なの？最後にここのお話をさせていただくとですね、夢と魔法と笑いの国チャンネル、ラジオです。ディズニー大好き芸人の福田ペペです。いつもご視聴いただきありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。さあ、というわけでございまして、本日はですね、鏡敏夫伝記ということでございまして、先日ニュースでありました6月29日をもって、我らが鏡敏夫さんという方がオリエンタルランドの CEO を退任される、一回退かれますよっていうようなニュースが出たんですよ。そして新しくその座に着くのは高野由美子さんって、この由美子ちゃんっていう方が現在のかがみんのポジションに入りますよっていうようなことなんですけども、かがみんかがみんってもう D 音の皆さんは言いますよね。もうミッキー、ウォルトディズニー、かがみん、もうみんなから愛され続けてきたこの鏡さんがですね、2023年の6月29日をもって、CEO という現在の、立ち位置というか、役職を退かれるっていうようなニュースがあったわけなんですけれども、じゃあそもそもとして、みんな大好き鏡、みんな大好き鏡って何やった人ですか？なんでみんなは鏡のこと好きなんですか？鏡のどこがすごいですかっていう風に言われると、ちょっとムグムグしちゃうよね。ちょっとこう口をつむんじゃうところありますよね。鏡はディズニーシー作った人だよとか、まあメディアだったりとか、人によっては東京ディズニーリゾート生みの親ですよっていうような言い方をしたりだとか、鏡がどうやらむちゃくちゃすげえ人だって、で、僕らが大好きな東京ディズニーリゾートを運営しているオリエンタルランドのトップだよっていうことは知ってるんですけれども、カガミン、カガミンとは言ってるけど、カガミンがじゃあどういうようなことをやってこられた人なのかというようなのは、いまいち説明できない節がある。それが現在な気がするんですよ。そんな皆さんのためにですね、カガミンのここがすごい、これをお話ししていこうかなというふうに思いまして、そしてさらにですね、次の CEO になられるですね、高野由美子さんという方が、どのような方なのか、これがどのようなことを意味しているのか、この辺の可能性なんかもですね、最後に探っていこうじゃないかなというふうに思っておりまして、さあ、まずですね、カガミン。このカガミンはですね、まあ先ほど言ったオリエンタルランドの3代目トップ、このような方です。3代目のトップ、まあ社長、代表取締役、まあいろいろあるわけなんですけれども、まあざっくり見ていくと3代目です。トップはっていうふうに言うと、川崎さんっていう人がトップだったんですよ。この川崎さんという方がですね、もともと京成電鉄っていうところの会社の社長さんで、この方がオリエンタルランドを立ち上げて、日本にディズニーランドを持ってこようっていう風に声を上げ始める発起人なんですよ。この川崎さんの日本にディズニーランドを作りたいっていう夢を叶えるために、お供として、その右腕として振るいまくったのが、あの高橋さんって言います。川崎さんが初代で、その高橋さんがその次、この高橋さんが実質東京ディズニーランドを作った人っていう風に言われてるんですよ。川崎さんが発起人、高橋さんが作った人、この高橋さんの右腕として活躍していたのが鏡なんです。初代、二代目、三代目、戦国武将でいうところの織田信長、俺が天下取ってやるぜ、これが織田信長の川崎さん。この織田信長についてきたのが豊臣秀吉。豊臣秀吉ばりに縦横無尽に日本全国世界各地ディズニーと対等に話をして、とんでもない薙刀を振るってきた豊臣秀吉が高橋さん。この豊臣秀吉と共にですね、世界を、日本をどん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 作っていって、そして最終的にこの東京ディズニーリゾートの地盤を作り上げていった。
日本全国を統一していったのが最終的な徳川家康。この徳川家康みたいなのが鏡です。信長さん、豊臣秀吉、徳川家康、徳川家康っぽいのが鏡です。これ別に見た目が似てるから徳川家康って言ってるわけではなくて、さっき言ったように徳川家康って江戸幕府を作って200年以上ものこの安定した日本の統治というものを作った人じゃない。まさしくこれが鏡さんっぽいんですよ。僕が鏡さんがどういうことを成し遂げていかれたのかを見ていく限り、じゃあそんなような鏡さんがどれぐらいすごい人なの、何をしたことによってこの東京ディズニーリゾートというものが安定していったのか、これをですね、大きく3つに分けて本日お話したいと思います。すっごいいっぱいあるのよ。鏡さんがやられたすごいことってものすごいたくさんあるのよ。なんて言ったって2023年に CEO を退任されるっていうことなんだけれども、始まりは1995年から今のポジションついてますからね。20年以上今のポジションついてるんですよ。20年、30年弱ぐらい今のポジションついてるわけなんですよ。1995年から2023年までコロナウイルスだって鏡さんの時に来てるんですよ。世界中誰もが予想できなかったコロナウイルスをもろに直撃し、東京ディズニーリゾートを支えてくれたのも鏡さんだし、東京ディズニーシーのオープンもあったけど、東日本大震災もありましたからね。とんでもないレベルの災害っていうようなものを直にバーンと食らっても、それでも安定し続ける東京ディズニーリゾート、半端じゃない砲撃を食らっても安定するぐらいの地盤っていうものを固めてくれたのが鏡さんです。鏡さんなんですよ。じゃあどんなことをやって今に至るのか、3つに分けてお話します。まず最初、この東京ディズニーランドを作ってる時から、東京ディズニーランドがランドの時代、それから C の時代、まあ、それぞれ2つあるわけなんですけど、大きく分けると。まず、ランドの時代。ランドの時代っていうようなのが、まだ、鏡さんがトップにはいない頃、まだ高橋さんがトップの頃ですね。この頃に鏡さんがどのような活躍をされていったのかっていうような中で、特に大きなポイントを挙げると、第3次5カ年計画っていうものがあったんですよ。東京ディズニーランドを作っていく上での第3次5カ年計画っていうものがあって、これどういうことなのかっていうふうに言うと、ランドなんやかんやでオープンすることができました。ありがたいことに毎日毎日大盛況でございます。1000万人を目標にしていたんですけれども、年間来場者数1000万円を目標にしていたんですけれども、これは余裕でクリアできるようになりましたっていうようなタイミングで、ちょっと混みすぎ問題っていうのがまだ生まれ始めます。アトラクションの待ち時間は増えるし、シンプルに1000万人目標で設計したパークなもんだから、まあ、なかなかにこう不都合、混みすぎ問題が出てきちゃったんですよね。そのタイミングで、じゃあディズニーランドどうしましょうかっていうことで出てきたのが、こちらの第3次5カ年計画っていうようなもので、具体的にどのようなことが行われたのかっていうふうに言うと、クリッターカントリー作りましたとか、トゥーンタウンをオープンしました。この1995年前後くらいに起きたのがこのタイミングなんですよ。で、エリアを拡張したり、アトラクションを新しく作ったり、施設を作ったり、それと同時にアトラクションとかエリアを作るっていうようなことは、そのためのキャストさんも増やさないといけないわけだから、アトラクションとかエリアを新しく作りましたっていうだけで終わりなわけじゃないのよね。このアトラクションとかエリアを動かすためのキャストさんたちの控え室だったり、更衣室であったりだとか、出勤のためのルートとか、もう根こそぎ大きくしないといけないわけなんですよ。っていうようなことを5年かけてやりましょうねっていうのがこのプロジェクト。このプロジェクトで大きく活躍したのが、もちろん鏡さんという風になってるわけなんですけども、あくまでもトップはこの時まだ高橋さんです。なので、トゥーンタウン作ろうぜって言い出したのとかの高橋さんだったりだとか、いうようなことがあるわけなんですけども、このあたりずーっと通して、鏡さんはこの時トップだった高橋さんの本当の右です。マジの右腕。高橋さんがトップの時に、もともと東京ディズニーランド作りましょうっていうようなことをやってる時とかに、ディズニーに、アメリカの方に、オリエンタルランドのトップの精鋭集団を派遣するっていうのがあったんですよ。10人のメンバーを
精鋭してディズニーランドに送って、現地でいろいろノウハウとかを学んできて日本に持ってきてねっていうようなことをディズニーランドオープン前にやるんですね。そのメンバー加賀美さん外れてるんですよ。実はディズニーランドオープン前にディズニーに送るこの精鋭メンバーから加賀美さんが外れてる。なんで外れてるのかっていうと、高橋さんがこいつは手元に置いておきたかったから。加賀美は行くな、俺のそばにいろ、よしよしっていうような感じで、めちゃくちゃ右腕だったんですよ。それぐらいこの5カ年計画っていうような中でも高橋さんのすぐそばでいろいろと動いてきて、このディズニーランドというものをそばで見てきて動かしてきたのが加賀美さんだったんですよ。この5カ年計画の中で高橋さんがトゥータウン作りましょうとかいろいろやったんですけども、加賀美さんがやったのはプーさんのハニーハントを作ったんです。プーさんのハニーハントを作っただけかじゃねえんですよ。プーさんのハニーハントができたっていうことは、その時あったスカイウェイのクローズ、実は当時ってチモローランドから今プーさんのハニーハントがあるところまで大きいロープウェイが走ってたんですよ。はい、これやめますとかいうのがこのプーさんのハニーハントを作るっていうタイミングであったんですよ。プーさんのハニーハントを作ることによってアリスのティーパーティーこっちに動かしましょうとか、ファンタジーランドとトゥモローランドをものすごく大きく作り変えるっていうような作業が必要になったわけ。このようなことをやったのが加賀美さんなんですよ。で、元はといえばこのプーさんのハニーハントを作るっていうようになる前に、新しいアトラクションを作りましょう、何作ろうかね、このような会議が行われるわけ。何作ります？ファンタジーランド、もうちょっと新しいパンチ欲しいよね。まあまあトゥモローランド、まあどっかしらに新しいアトラクション作りたいよね、どうするみたいな話し合いがあった時に、ディズニー側からこんなんどうすか、アメリカのディズニー側からこんなんどうすかっていう風に出されたのは、トゥモローランドで当時むちゃくちゃアメリカの方で大盛況だったアトラクションだったんですよ。今アメリカでむちゃくちゃイケイケのアトラクションどうすかって言って出してきたわけ。アメリカのイケイケトゥモローランドアトラクション、これが一体何なのかはよくわかんないですよ。とあるアトラクションをっていう書かれ方を本にしているので、このアトラクションが何なのかはわかんないですけど、アメリカの超イケイケのトゥモローランドのアトラクションを向こうが出してきたのに対して、加賀美さんが、それは違う、それノーで、ノーってきっぱり言う、ノーってきっぱり言うっていうことがいかに難しいことか。当時まだディズニーオリエンタルランド、この関係性をなんとかしてこうやっていったのが、もう過去数十年培ってやってきたオリエンタルランドが頑張ってきたことなんだよね。そんなこのような状況の中で、それ違うって言うってなかなか難しいことなんだよ。このノーってディズニー側に対して言うっていうことをできた唯一の人物が高橋さんと加賀美さんなんです。そのようなことを経て、それは違う、うん、プーさんのハニーハントで行こう、これやったのが加賀美さんなんです。まあそのようなことを経てですね、東京ディズニーランドの中でノーって言うとか、ディズニーランドがさらに大盛況していくためにゲストに何が求められているのか、このあたりを肌で感じながら実際に動かしていったのがこの東京ディズニーランドを、作っていた時代です。第二テーマパーク構想、みんなが知ってるこの東京ディズニーシーを作るっていうようなフェーズに入るんです。これが2つ目、ディズニーシー作ったってこと。5カ年計画が1個目で、ディズニーシーが2つ目。1887年、だからオープンして5年ぐらいのタイミングでもうすでに新しいテーマパークを作ろうっていうような構想に入っていたんです。そしてこれを実際に動かしていくことになるのが加賀美さんっていう風になるわけなんですけども、ディズニーシーってもともととして全然違うものを作る予定になっていたって知ってます？ディズニーシーって新しいテーマパーク作ろう、よし海をテーマにしよう、東京ディズニーシーに決定、そんなスムーズなもんじゃなかったわけ。ちょっとずつこのペースで伸びていったら絶対もっと新しいものが必要になるよね。そばにめちゃくちゃ広い土地あるじゃん。ここで何作る、これが第二テーマパーク構想の始まりなんです。ただ何を作るか全く決まってなかったんですよ。何作ろうかっていう風に言ってる時に、アメリカのディズニー側が持ってきたのがハリウッドスタジオどう、今うちでハリウッドスタジオ作ったんだけど、めちゃくちゃ大盛況してんだよ、これ日本でもやりなよってことで、ハリウッドスタジオ作るっていう風になった上で、ここから日本とアメリカディズニーとで何作っていきますかっていうお話
お話を進めていかないといけないんだけど、アメリカディズニー映画が話が早いのよ、もう。むちゃくちゃ早いの。ハリウッドスタジオどう？あ、めちゃくちゃいいと思うんだよね。だってハリウッドスタジオでさ、映画とかいろいろやったりとかしてさ、みんな集まるでしょ。で、日本に映画の文化ってあんまりないじゃん。うちのさ、ハリウッドのさ、本場のやつを持ってきたらさ、みんな喜ぶよ。一目は見たいって言うわけよ。だからいいと思うよ。もう、あわ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 、あー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 。日本のオリエンタルランドチームね。あー、あー、あー、あーってなってるから、ハリウッドのやつさ、これあるからさ、めちゃくちゃいいと思うんだよ。だから日本ないでしょ。ハリウッドのやつはめちゃくちゃ、あー、あー、よし決定、じゃあハリウッドで行っちゃおう。直前までハリウッドで行くってなってたんですよ。もうテーマパークとかじゃなくて、ハリウッドを体験することができるディズニーシティとして、第二テーマパーク構想というか、むちゃくちゃ進んじゃったんですよ。ここで、ちょっと待って、あ、ちょっと違うと思うんだよね、っていう風に言ったのが高橋さんだったんですよ。鏡さんの上のね、高橋さんがちょっと違うと思うんだよね。一から作り直さないっすかっていうようなものを一回全部白紙に戻してから、じゃあ作り直すっていう風になって生まれたのが、ここでやっと海をテーマに、宇宙をテーマにしたテーマパークの構想っていうやつ。この構想っていうようなものを一から練り直して作って作って作ってっていう風にやっていったのが、この鏡さんなんですよ。鏡さんがもっとロマンチックな方が日本人受けするんじゃない、いろんな世界の情緒っていうのを楽しめるようにした方がいいんじゃない、このあたりのコンセプトを非常に日本人好みになるべくなるべく歩み寄らせて作ってくれたのが、この鏡さんが東京ディズニーシーを作るっていう上ですごく大事にしてくれたことなんですよ。それが今すっごいたくさんあったんですけども、そのようなアメリカのディズニーとの交渉なんかを経ながら東京ディズニーシーを作りました、2001年に作りましたっていうのが、東京ディズニーシーを作りましたっていうのが、東京ディズニーシーを作った後もすごくいろいろなことを鏡さんがやってくれたんですよ。東京ディズニーシーを作ったっていうような中で、例えば入場制限についてとか、海外で入場制限するレベルの混雑ってなかなかないんですよ。それぐらい日本でのここまでの大盛況っていうのは嬉しいイレギュラーだったの、予想外のことだったんですよ。それに対してなるべく正確に予約数だったりとかな、予約数とかからその日はどれぐらい混むのかっていう予測を立てて、じゃあこういうような制限をかけようっていうようなものを確立していったりだとか、ファストパスをどんどん導入していったりだとかっていうような、混雑とかさらにはバリアフリー、いろいろな安全面に対しての、統制を整えたりだとか、それ以外にもディズニーシーがオープンしました、ここの動線さすがに分かりすぎるんじゃない、冒険をテーマにして複雑化してるのはいいけどこれじゃちょっとマイナスすぎるよねっていう微調整をしたりとか、ディズニーシーはディズニーランドと別物としてやっていくからアルコールを販売しようだったりとかして、微調整に微調整を重ねていくっていうようなことを東京ディズニーシーのオープンと一緒にやっていったんです。これが2つ目。そして最後の3つ目っていうようなのが、東京ディズニーリゾート計画、リゾート地下計画って。ランドできました。C 作ってます。ここで生まれてくるのが、ホテルがもっと必要なんじゃないか。舞浜駅の近くに、舞浜に来てくれた人たちを歓迎するための商業施設が必要なんじゃないか。商業施設、第二のテーマパークっていうものができてきたら、リゾートライン、ここを自由に行き来するための乗り物が必要なんじゃないか。このあたりを行っていって、この舞浜一体っていうものをリゾート地化、つまり東京ディズニーリゾートとして一個のリゾート地に作っていこうっていうようなことをやっていったのも鏡さん。イクスピアリができたのって2000年なんですよ。イクスピアリオープン、アンバサダーホテル、ホテルミラコスタ、東京ディズニーランドホテル、このあたりのホテルをたくさん作ると同時に周りのホテルとかも提携していく。そしてそれらを行き来することができるディズニーリゾートラインというものをオープンさせる、これらを作ることによってこの地盤そのものを作っていたんです。ディズニーシー作ったりだとか、そのようなことをやったりとかして、全体を通して東京ディズニーリゾートが安定して繁栄していくためっていう、この地盤作りっていうものを二十数年かけてやってくれたのが鏡さんなんですよ。それがあったから東日本大震災とかコロナウイルスとか耐えれたと言っても過言ではないわけ。鏡さんが地道に作っていってくれた江戸幕府のように何年も何年も何百年も繁栄することができるぐらい、すっごい地道、すっごい微調整っていうものを経て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 今の東京ディズニーリゾートがあるっていうような話。
そして次の時代を迎える準備を始めましょうというようなことで CEO という現在の位置を退かれて新しく高野由美子さんということが使われます。こいつ誰？大丈夫なの？由美子ちゃんって大丈夫なの？鏡いなくて大丈夫なの？最後にここのお話をさせていただくとですね、この高野さんという方がどのような方なのかというとですね、まあ、オリエンタルランドに入社されまして、その後ですね、ミリアルリゾートホテルズっていうオリエンタルランドの子会社の副社長になるんですね。そこから、この子会社の CEO になったりだとか、それと並行しながらオリエンタルランドの方の取締役っていう重役についたりとか、そしてその後にですね、今現在開発しているファンタジースプリングス、東京ディズニーシーの第8となるテーマポートだったりとか、戦略運営だったりとか、そのあたりの、まあ、本部長みたいな位置につくんです。だから、CEO っていうめちゃくちゃ忙しい全体を見渡すっていうポジションを経験しながら、今現在進めている超でっけえプロジェクトの中心に立っている司令塔にもなってるっていう。つまりいつかのタイミングでオリエンタルランドの CEO となる日のために着々と力をつけてきたスーパーウーマン、これが高野さんということなんです。そしてコロナというものがやっと落ち着いてきたこの日本の中で、次なる時代に向けて東京ディズニーリゾートがコロナが明けた新しい時代の中でどのようにして成長していくのか、これを作っていくのは次世代だということで、このタイミングで CEO が変わった、これが高野さんですよ、新しい方ですよというような方なんですね。だから心配は一切しなくていいとは思ってます、僕はね。もちろん、鏡さんめちゃくちゃありがとうございました。あなたのおかげで何回も泣かせていただきました。ありがとうございました。この気持ちはありつつも、新しい時代のオリエンタルランド、どのような成長をしていくのか、このあたりにですね、非常に期待しながら、我々ゲストはとりあえず楽しんどけ。この精神でいいんじゃないのかなというふうに思いますけれども、まずはですね、一旦節目として鏡さんはこのような、素晴らしい功績を残してくださった方だったんですよ、というようなことでございまして、今後もですね、本議会議長っていうような、代表取締役会議議長っていうようなポジションには残り続けるので、完全なる引退っていうようなわけではないんですけれども、この節目として今回この動画で、鏡さんはこれぐらいすごい方だったんですよ、このようなことをお話しする動画として、お届けさせていただきました。また次の動画でお会いしましょう。また明日。